もう結構家の中でもこの本棚の前にいる時間が長くて、ファンの作家の作品を並べてるって感じなんですけど、ここがソファーで、もう本当に仕事してない時はほとんどここにいます。こういう感じで本を読んだり、あとこっちで DVD を見たり、リラックスした状態で本を読んだりすると、なんていうんですかね、浸透率が高い気がして、だからすごいいい場所で、すごく大切な場所です。まあ、ルームフレグランスなんですけど、でも今は本当に仕事の時にやってるから、この匂い嗅いだら多分バッて仕事モードになっちゃうと思うんですけど、でもそれぐらい強い吸引力があるなっていうのは匂いには思ってます。でもなんかスイッチを変えるっていうのは大切ですよね。特に私たちの仕事って、本当に仕事しとこうと思ったら24時間できるんですよ。もうずっと考えたりとか、スイッチを変える儀式みたいなのはすごい大切です。音楽はずっとかけてますね。最近はこれも皆さんそうだと思うんですけど、ケンドリック・ラマーに夢中なのと、サンダーキャットも好きです。トライブコールドクエストは私の10代の時のスーパースターで、いまだにスターです。デラソウルも好きだし、ナズもあります。ニーナ・シモンが大好きなんですけど、ニーナ・シモンのフィーリング・グッドっていう曲を聴いてて、私のサラバっていう小説の中でそのリリックがそのまま使われてるのがあるんですね。すごくどっちが先なのか、聞いたからそれを使ったのかわからないんですけど、すごくその彼女の乾いててクールででも優しい声と自分が書きたいことがすごくマッチしたので使わせてもらいました。ちっちゃい頃からプロレスは好きで、プロレス自体が実は低迷してた時期は私自身あんま見に行ってなかったんですね。でその時に出てこられたのがこの棚橋博さんっていう選手なんですけど、プロレス自体を本当に盛り上げてこられた方で、今でこそ彼はスターですけど、ベビーフェイスって言っていいものとして出てきたのにブーイングを浴びるような、プロレスラーっぽくなかったんですよね、当時の。いわゆるすごく髪の毛を染めたりして愛してますって言ったり、エアギターやったりとか。でもそれってそれを続けてこられて、自分ができることを愛を持ってやるっていうことは本当にもうプロレスから教わりました。猪木レシピっていうのもあるよ、塩結び。直木賞いただいた時に、新日本プロレス の動画配信サービスのところなんですけど、方からお花いただいて、これだけはちょっと残してます。 DVD とか全部ソファーに寝て見るってさっき言ったんですけど、プロレスだけは私はちゃんと座って見ます。